Thank you.
それでは始めるぞ。これまで集めてきた素材を全て砕いて混ぜ込んだ粘土は、うむ、よかろう。ではそれを豚の形にこねてみせよ。とびきり可愛くな。わかったわ。できたわよ。アリゼ、君の作品は昔から独創的。ちょっとそこ笑うんじゃないわよ。よいよい、出来の良し悪しは関係ない。この潰れたプリンのような代物を術者であるお主が飛び、全くフォローになってないんだけど。良いかね。魔法とは空想を現実へと変換する術のことだ。それゆえ術者の認識が重要となる。イメージさえ強固であれば見た目に惑わされる必要はない。さあ、教えた通りの術式で粘土の豚に魔力を注ぐのだ。豚は飛ばず、土は起きず、命分かたれぬのが断りなれど、我が生命の力よ、今ひととき断りより離れ、空飛ぶ豚とならん。ふむ、なかなかの出来ではないか。ではこの使い魔を用いて
ハルリクとやらの魂の活性化を取り行うぞ。さて、アリゼよ。お主が作った使い魔には、すでに魂を活性化させる一種の強化魔法が備わっている。あとは、自身の魔力を注ぎ込みながら、心に決めた使い魔の名を呼んでやるだけだ。この子の名前…決めたわ。行きなさい、アンジェロ。お母さん、僕は。
人とも来てくれたのね。ドゥリア夫人、一体どうしたというのです？ああ、もう私どうしたらいいかわからないの。一人？そう、そう、そうなのよ。あの人なんですって？それが、アルフィノちゃんはあれから私たち自由市民、バウスリーの公認を。ええ、でも誰、私たち自由市民は怠惰な時間を過ごしすぎたわ。我が身の振る舞いをた、それで自由に投票しようということになって、結果選ばれたのがうちの旦那様だ。うん、チャイヌズ殿は巨大タロースの件でも、私もそう思ったわ。彼はダイダロス社を率いていた。リだから私、選ばれた時に背中を、きっとそれがいけなかったのね。あの人望まぬ大役に推挙され、ドゥリア夫人、私は旦那様が愛するあなたを捨ておいて逃げてしまうよ。本当？あなたもそう思う？いいや、これに関しては逃げていないと断言しよう。よく考えてみるんだ。チャイヌズ殿はいつだってドゥリア夫人に寄り添っていただろう。旦那様のことは私が探し出してみせますので。ありがとう、アルフィノちゃん。あなたたちを呼んできてもらって正解。
誰かと思えばまたお前か。しかもゾロゾロと連れ立って一人で説得できぬと見て助っ人でも呼んだわけではないが、確かに彼らは助っ人だ。いや、彼らはドンバウスリーの下でダミンを貪ってきた私たちを目覚めさせてくれた。ほう、闇の戦士とな。だがしかし、いつまでも恩人の優しさに甘え助力を受け続けるわけにはいかん。それではバウスリーの力に頼り、全てを任せきりにしていた頃と大差がない。チャイヌズ殿。ふん、殊勝な心がけだが、さてな。私は己を官僚であると規定してきた。民のため、国のため、祭りごとを司る者にだが、それは理想を共有できればこそ民が国。チャイヌズとか言ったか。バウスリーの下で奔放な生活を送って、その問いに一言をもって応じるほど。だが私はいかなる国を築くのかを、市民が語れる国を作りたい。罪食いの脅威に怯えて暮らす世界で、私を含め多くの者が身の安全と食料をも一芸を持ち、身の振り方を決められる労役市民はともかく、町の周辺に住まう者たちは、自由市民に至ってはもっとひどい。今のままでは早々に富を食い潰す者も現れるだろう。私が元首となれば、その権限を持って、貧者であれ富者であれ、このような状態では国の未来など語れようものか。食料の早急な確保、周辺集落との関係改善、崩壊した産業の再建に他地域との連携強化、課題は私は政治家でも国王でもない、ダイダロス社の跡取り。そんな私にできることは、問題を分析し改善案を企画し、レンデン殿、ユールモアの民が国の理想を思い描き、祭りごとに手を挙げられるように。いかなる国を築くのかを。悪くない方針だ。チャイヌズよ、お前が一時とはいえ国政を担うにふさわしい器か、試させても。何をすればいい。今ユールモアが抱える問題の一つを解決してもらう。そうでなければ改革など夢のまた夢。
Thank you.
よし、そのまま一列になってユルモアへ向かえ。なんだこの音は。な、タロース、壊れたタロースが暴走してやがるの。おい、誰かバンペイを呼んで。市民の方はお下がりください。待って、あなた、もちろん帰ってくるに決まっ。苦しい。あらあら、ま、助かった。ごめんなさい、あなた、帰ってきてくれたのが嬉しくて。いや、構わん。それよりも置き手紙だけでなく。それじゃあ、私は元首の座から逃れるために、補佐官としてレンデン殿を迎えるために交渉に行っていたのだ。その助力、私はユールモアの元首の役目を。まあまあまあ、なんておめでたいのかしら。
あ、あなた、みんな今日はよく集まってくれた。まず自由市民の諸君、ドンバウスリー死生下の20年間とは異なる。我々に仕えてくれていた労役市民たちはもちろん、廃線街やゲートタウンに住まう市民権を持たない者もいる。我らを目覚めさせてくれた恩人、闇の戦士たちもまた新た。先日自由市民たちの間で行われた選挙にて、私チャイヌズが、そして私は名誉あるこの務めを受けさせていただく。ただし期限付きの一時的な元首代行として。自由市民と労役市民の関係、そして市民と非市民の関、ドンバウスリーの下で決められた歪んだ制度を正すとして、ユールモアという国を、この大きな問題について、私はここにいる全ての者が意見を交わ、だが我々が直面している現実の問題の前では、メオルに依存してきた食料問題、冷え込んだ周辺集落、ゆえに私は一人の起業家として、まずはここにいる皆の安全と安心を言う。当然バウスリーが築いた偽りの、だが夢から覚めた私たちのために命を賭して、そして皆の暮らしが安定してきた、そのだから、それまでの間。